も、ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は上杉謙信の越山について、解説していくぜ。それはいいけど魔理沙、その越山、って何？越山っていうのは、上杉謙信による関東遠征のことで、越後から山を越えて関東に入ることから、越山と言われるんだ。謙信はその生涯で、十数回にもわたって越山を繰り返していたんだぜ。謙信って越後の大名でしょ？越後の大名がなぜ関東に出向いていくことになったのよ？そうだな。じゃあまずは謙信の越山以前の関東の情勢について説明していくぜ。関東では伊勢総帥の伊豆内入りを、北条と扇ヶ谷上杉、山の内上杉が熾烈な覇権争いを繰り広げていたんだ。関東の中では外様であった北条家は、両上杉家と時には争い時には和睦しながら、関東でじわりじわりと勢力を広げ、川越城の戦いにおいて両上杉家に大勝、北条家が関東の覇権に手をかけることになるんだ。一方、川越城の戦いに敗れた関東管領山の内上杉のりまさは隊長が顕著となり、1552年には、武蔵の国人を掌握した北条氏康によって、山の内上杉家の本拠地神津家の国が侵攻の危機にさらされるようになるんだ。関東の伝統勢力が、侵攻勢力に追い落とされようとしているのね。1552年2月には、のりまさの居城平井城の南に位置し、神津家の重要な防衛拠点である御嶽城が氏康によって攻撃を受けるんだ。いよいよ上杉家終わりの始まりって感じね。しかしながらのりまさは、御嶽城が攻撃される1ヶ月前の1552年正月に、平井城から脱出しているようなんだ。え、平井城はまだ攻撃されてないのに？この当時神津家では小畑氏や名柱が則政から離反しており、則政に近い長尾氏や長野氏、横瀬氏らも迂闊に動けない状態になっていて、則政にとって大変厳しい情勢だったんだ。勢いに劣る則政が平井城に残るメリットは少なく、それこそ城で討ち死にしてしまえば全てが終わってしまう。最悪の事態になる前に則政は、山の内上杉家葛西足利長尾政長の助けで、越後の長尾景虎の元に亡命することになるんだぜ。則政は、生き延びて体制を立て直すことにかけたのね。そして則政のこの亡命が、謙信の越山の初めの一歩となるんだ。関東を追われ越後に亡命した則政は、早速景虎に越山を要請するんだ。転がり込んできていきなり越山を要請するなんて、則政はなかなかがめついやつなのね。則政ががめついやつかはわからないけど、越後の勢力が山の内上杉家のために関東に遠征することは特別なことではなかったんだ。そうなの？かつて越後を治めていた越後上杉家は山の内上杉家の分流で、相互に養子を出し合うなど、強い結びつきを有していたんだ。そのつながりによって、越後上杉家が山の内上杉家のために関東まで出てくることがたびたびあったんだ。結構お付き合いのある親戚同士だったのね。則政が越後に転がり込んできた頃には越後上杉家はすでに断絶していたものの、景虎はそんな越後上杉家の立場を継承していたから、則政は先祖と同じような感覚で、景虎に越山を要請したんだぜ。越後の勢力への越山要請は、則政が勝手に言い始めたことじゃなかったのね。則政からの越山要請を受けた景虎は、この時越山したとも、してないとも言われているんだ。なんだか煮え切らないわね。1552年7月に、武蔵の国人で山の内上杉家非官の岡部氏の領地である北川部屋島に、越後軍の乱暴狼藉を禁止する政策が掲げられたんだ。この政策の存在から、越後軍がこの時越山したという主張もあれば、この政策は越後軍が越山してくると見越して事前に手に入れていただけで、実際には越山してきてないという主張もあるんだ。正反対の主張ね。一応、8月に越後の平越が景虎の重臣吉江重隆から、関東ご出陣ご大義と称賛されていたり、10月に正田氏が景虎から、関東ご暴力と遠路の苦労をねぎらわれていることから、越後軍として何かしらの軍事行動を起こしてるような気配はあるんだ。
しかしながらこの時の影虎の動きは資料になく、仮に越後軍が越山していたとしても、影虎自身も越山していたかは不明というほかないんだ。1552年の越山は謎に包まれているんだね。範政の越後亡命を、上杉方だった横瀬氏、桐生佐野氏、足利長尾氏らが北条家の勢いに押され次々降伏していったんだ。範政の味方が北条に吸い取られてく。北条家の勢力は北高津家の沼田にまで及び、1558年には北条一族の北条安元が沼田城に入って、この辺りを直轄地としているんだ。1552年に越後に亡命していた範政はその後神津家に帰国し、沼田近くにいたと言われているんだけど、神津家を着実に支配下に置いていく北条家に押され、1558年頃に再び越後にやってきたんだ。またしてもやってきたのね、範政。範政の再度の亡命を受け入れた影虎は、1559年に二度目の上洛を果たし、義輝から寒冷並みの待遇に処されるとともに、範政の身体と北進地域の始末について任せられることになったんだ。範政は再度の越後入り前の交渉において、上杉家の家督と関東寒冷職を影虎に譲ることを提案していて、影虎も条件付きでそれを受け入れているんだ。そんな両者の同意の存在もあり、影虎は将軍から範政の進退を一任されたんだ。範政も神津家の回復のために腹をくくっていたのね。1560年、宇治安に居城くるり城を包囲された里見義隆が、範政と影虎に救援を求めてきたんだ。越中への出陣を終え帰国したばかりの影虎は、この要請を受け継いに越山を決意。なお餌熱なら重臣に留守を任せ、範政を奉じる形で満を持して越山を遂行し、上野沼田城に着陣、沼田城主の北条安元を追い出したんだ。ついに影虎の本格的な越山が幕を開けたみたいね。範政影虎の沼田到着を受け、白い長尾氏総社長尾氏などの山の内上杉家不代の家臣たちが続々参陣。神津家は瞬く間に上杉方に傾いていったんだ。山の内上杉家に勢いさえあれば、上杉方に味方したい黒人は多かったのね。範政影虎の越山を受けた宇治康は、くるり城の包囲を解き、武蔵松山城まで北上。上杉方を迎撃する体制を取ったんだ。対する影虎は、神津家国内の主要北条方の名橋の居城赤石城を攻撃し、3ヶ月かけてこれを攻略。ついで真矢橋城も攻略し、以降真矢橋城は影虎越山寺の拠点として機能していくことになるんだ。宇治康は神津家の味方勢力であった名橋が滅亡したため、松山城から撤退。小田原城に退いたんだ。真矢橋で年を越した影虎は武蔵に南下し松山城に入城。北条方だった押城主成田長安や深谷城主上杉範盛をはじめとした武蔵の黒人、小山氏、那須氏、佐竹氏ら北関東の諸将も参陣してきたんだ。また、この時範政影虎の元に参陣した黒人の名を記した関東幕中門には、神津家、下津家、武蔵、日立、上総、下総、阿波の7カ国250名の名が記されており、広く関東中から影虎の軍に参陣してきていたことがわかるんだぜ。影虎がどんどん関東に食い込んでいく。上杉方の勢いを見た北条家は、迎撃を諦め領内の各重要拠点に籠城する方針に変更し、上杉方の勢いを耐えしのごうとするんだ。関東中の勢力が影虎に味方してるんだから、いくら籠城したところで北条はおしまいね。大軍勢を引き連れた影虎はついに北条家の本拠地小田原城近くに着陣し城を包囲。本格的な小田原城包囲戦が始まる。と思いきや、それから10日程度で影虎は小田原から撤退することになるんだ。ちょっと、完全に行ける雰囲気だったでしょ。なんで小田原城の包囲を簡単に解いちゃったのよ。影虎が小田原城包囲をすぐ解いた理由は2つあって、一つ目は高宗春三国同盟の存在なんだ。高宗春三国同盟といえば、武田北条今川の婚姻同盟だったわよね。この同盟は軍事同盟としての色合いも強くて、影虎の越山に際して今川家は北条家に援軍を派遣。
武田家も北進地域に出兵する構えを見せており、影虎は後方に不安を抱えた状況だったんだ。そして理由の二つ目は、小田原城包囲軍の内部問題なんだ。影虎が越山した1560年頃は、関東に飢饉の影響が残っていた時期なんだ。そんな情勢での小田原城包囲に対して、佐竹義明、小田氏春、宇都宮広綱が兵糧確保不安視し撤兵を要求しており、一部の武将は無断で陣を引き払っていたんだ。これらの事情から、影虎は小田原城包囲から早々に引き上げることになるんだ。いい感じに物事が進んでいるように見えたけど、うちも外もいろいろ懸念事項があったのね。しかし影虎はただでは転ばない。小田原から撤退後、影虎は範政と共に鎌倉の鶴岡八幡宮に向かったんだ。この地で影虎は範政から山の内上杉家の家督と関東管領職を譲られ、長尾影虎から上杉政虎と名乗りを変えるんだ。越後再入国前の範政と影虎の約束が果たされたのね。山の内上杉家と関東管領職を継承し、堂々と関東を闊歩できるようになった影虎改め政虎は、もう一つの権威、古学坊の新体制樹立を図るんだ。政虎は古学坊の重臣で関宿城主柳田春助と連携し、氏康に配された足利富士氏を古学坊に擁立するんだ。そして政虎は古学坊の新体制を盤石にするべく、関白の近衛先継を古賀城に入城させるんだぜ。関白？奥家さんがなんでこんなところに出てくるのよ。先継ぐと政虎は、政虎二度目の上洛の折に意気投合し、起承門を交わし盟約を結んでいるんだ。そして先継ぐは現職の関白でありながら、政虎の帰国と合わせて越後に下校しようとしていたんだ。なんで関白さんは越後に下校なんてしようとしたのよ。先継ぐの下校は政虎の越山を睨んだもので、自身が下校することで政虎の関東支配を助け、関東が政虎の元に収まった暁には政虎を上洛させ幕府を再興する。ということを目論んでいたと言われているんだ。関白さんも壮大な構想を持っていたのね。政虎に同行しての下校は将軍の足利義輝に慰留されて思いとどまっているものの、関白の力を持って関東を治めるという気持ちは抑えられなかったのか。政虎越山直後の1560年9月に越後に下校してきたんだ。関白さん、本当に下校しちゃったのね。その後、先継ぐは政虎に招かれ古賀城に入城、古賀久保の新体制に箔をつけるだけでなく、関東の情勢を政虎に伝える関東管領名代のような役割も担うようになるんだ。関白さんがするような役割じゃないでしょうに。小田原城を落とすことはできなかったものの、上杉家の勢力を関東に復活させ、古賀久保の新体制を樹立することができた政虎は、約1年の越山を終え、越後に帰国したんだ。関東で散々暴れ回ったわね。この時の政虎の関東での暴れっぷりが、今後関東諸将との間に因縁を生むことになり、十数回に及ぶ越山につながっていくことになるんだ。今回の越山解説はここまでだぜ。次回の解説をお楽しみに。最後までご視聴、ありがとうございました。